とやっぱりその時代も違うし、印刷機も違うし、もちろん紙の製造もやっぱり昔と今で全然違ったりするので、やっぱり同じ紙を探すとか、それも難しいし、そもそも、印刷も印刷されているものをまた印刷するので、そこでもすごい技術的にすごい難しいことに、まあ、印刷所の方にチャレンジしていただいてます。我们现在今天的印刷技术跟五十年相较之下，现在的品质是非常水准非常非常的好。那我们现在技术因为已经很好，然后但是又要去忠实原版这个六零年代末期的这种印刷的这种风格，在制作过程上有很多我们需要去做取舍的部分。那包括像纸张，即便我们选择的是跟当年基本上是一样的纸，那五十年后的今天，它有些可能已经绝版了。那它可能纸张因为是新的纸，它的光泽会跟我们现在手上看到的原版，它多少会有一点不一样。那在这样的前提之下，又要如何去高度还原它原版的这种风味，其实都是我们必须要去做很多的调整。嗯，あと当時の印刷の未熟さとか。技術的なちょっと未熟さを今の現代の印刷技術で埋めるとか埋め直す、うんうんまあ、そういう検討作業がほとんどで、まあ、個人的な意思とかそういうものはほとんどないですね。我们是直接扫描原版的条形嘛？那扫描的时候其实只会扫描我们现在看到的这个页面。那可是实际上在制作印刷的版的时候，我们要再多做这个三公里的这个出血，然后它。纸张裁切的时候，它会把那个裁掉，所以像是这样子比较复杂的影像，等于说我们要请印刷厂去跟我们一起想象那个被裁掉的三公里到底是什么，那个部分就花了非常长的时间去做复原。例如说像这一页的话，是我们拆开的时候，它中间装订的地方就被拆掉了，所以我们要还原这个中间的这个文字。让他可以接得起来。まあ6年、まあ日程社っていうのは初めて、6年ぐらい経つんですけど、まあ僕の感覚では今まで生かしてもらってたっていう感覚なんですよ。要するにお客さんがいて、まあ買ってくださる方とかがいて、今につながってるっていう感覚がどこかにあって、まあ6年経ってちょっとそのお返しをしたいっていう意味で、まあ求められてるかわかんないけども。こういう復刻の出版をして、それでちょっと必要とされてればいいかなと思って、まあ、ちょっとお返しの意味もありますね。